まずスタートなんですけどね、うん、これがねスタート牽制が入ったんですよね、うん、かなり選手が牽制をして、先頭移動員からね、うん、車間が空いてしまったんですけれども、まあ、ここで中村選手と岩本選手がね、岩、ま、本、あ、選手が出たのを見て、中村選手が前に行ったということなんですけども、雨ソロだからやっぱりね、うん、候補になったら嫌だと思ってるんじゃないの、だからけん制入ったん、ね、ですよね、あ特に山本選手なんか、ね、やっぱりかましだからさ。結果的にはもう いつも通りこうやっぱり前きねたらそうなんですけどね今日はり県制入りましたからそのような思惑がねねあったんだと思います結構、だからここねかなりのペースで中村選手も追いかけてたんで結構、これでね足も使ったし呼吸もね正直自分もやってたけど誘導員に追いつくと呼吸が結構いっぱいになっちゃうんですよね、もう集会中に呼吸がね戻るような練習もしてますけども結構、これは中村選手きつかったかもしれないですよね。 でそれで千葉勢が前、ですよね、うん、え千葉勢が前そして、えー中,南ね、中南北日本、中北日本選手そして、ね、6番、うん、桜井選手と北からね、はい、その人は関東勢で、うん、後方が南関東、ですね、うん、神奈川ですよね。うん、まあ吉澤選手がこれから堀内選手の動きに合わせてどう出るかというところなんですけども吉澤選手は、ね、もう何回でも外を踏める足もありますし、まあ、ここは前、前に立ち回ってだと思うんですけれどもやはり、ここの中では 岩本選手の一発というのがここは、えー、期待するところですけどもあ<ー>まあ前を取ったのでこれはいつも通りの展開ですよね<う>、はいえー、あとは坂本選手が、えー、番手もやりながら横の動きもしながらこれからはやっていくというレーススタイルを、ね、あの言ってましたから、うん、まあどういうようなレースをするのかなと思ったんですけどもやはりここ、慣れた選手まで3番手ラインの利がありますからね、まあ、積極策でもいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、後方から 堀内選手がゆっくり抑えてきたんですよね。はい、ここでまあホリ選手はね、一回切っての話なので、ここですね。はい、ここで吉沢選手が抑えて北川北日本勢が前に出ます。吉沢選手は四番手前ですね。こうね、しっかりと四番手を取って、あとはここでちょっと流してるからね。流してるところここきつかったと思うんですよね。岩本選手ね、後ろ中村選手。 本強いですね、やっぱりね、うん、このスピード、このパワー、馬力、もう1コーナーでは飲み込んでましたからね。ね吉澤選手もね、切り替えようと思ったけど、やめたもんねそうですね、ここで,ねでそこ坂本選手が追い形になって、うん、結構これがね、車間が詰まりかけてるので、<う>なかなかねいい、いいかなって思ったんですけど、まあ櫻井選手もここでか、うん、わして追いかけていきますけども、うん、岩本選手の追いつかずってことで、うん、3番の えー、吉田選手が伸びてきたというところなんですけどね、まあ、山本選手が強かったですね、このレースは、ねね。やっぱりアメソールは、かなり選手をあの、はい、惑わすね、はい、仕掛けるところとかね、はい、やっぱ全然変わってきてるから。ただやっぱり山本選手は常にあの 戦い方が変わってないだけにねあそうですねだからまあ思い切ってできたとかね坂本選手もねあそこは先行しようかやっぱり引いて中段取ろうかとかそういうのをね、うん、まあ山本選手が来たら三番で取ろうかとかいろいろ考えたあら<ー>挙ね踏んでて行ってしまった感じがするからで,、ねうん、でもスピードが違ったからやっぱりね、うん、そう山本君ね素晴らしいと思いますねははい。はい。